どうもチームシーク中村です、えー、前回ソーラーパネルをサンバーの天井に乗っけたので、えー、今回はチャージコントローラーと接続してサブバッテリーへ充電しようというものです、まあ、ソーラーパネルからの配線をチャージコントローラーに接続して、まあ、チャージコントローラーからサブバッテリーに接続するという、まあ、言ってみれば、えー、それだけのことです、まあ、あとバッテリーからインバーターですね もちろん仮接続で正常に充電できることは確認済みですので、まあ、早速ドリルで穴を開けてますが、チャージコントローラーの設置と設定が、まあ今回の主な動画の内容になります。チャージコントローラーどこにくっつけようかっていうことなんですけど、まあ中村は助手席の前のダッシュボードにくっつけました。車中泊の DIY なので、 日室側には極力物を置きたくないんですよ、ね、まあといってもチャージコントローラー自体は小さなものなんですけれどもソーラーパネルからの配線はこんな感じで、えー、車体の横を張って、まあ、グローブボックスを外した中を通って開けた穴から出してます。 これが開けた穴ですけどもちょっと穴が大きかったような気がしますねでこちらのチャージコントローラーはオーールパワーズののの20アアンペもです 100W のソーラーパネル、まあ、1枚が晴天時でだいたい6から7アンペアあたりなので、まあ、それを2枚乗っけてますので、まあ、12から1 4アンペアピー感じに なりますまあっていうことで20アンペアあれば十分ということでこれにしましたアマゾンで2199円でしたで実家で作業してるんですけれどもまあくぎたない電気ポットをインバーターにつないでお湯が沸くかどうか確かめてますインバーターが2000ワットのちょっと大きなものを積んでますので 100V650W、まあのポットのお湯が沸 まあお湯ぐらい沸くだろうなということで沸かしてみてるところですね。実は前日の仮接続の時点で、まあぐるぐるのドラムリールの延長コードを家の中まで引き込んでホットプレートで家族で焼肉をやったりしてたんで、そういった意味では動作確認は十分だと思います。無事お湯が沸きました。 でえー、これはチャージコントローラーの一番右側の端子、深側から、えー、メインバッテリーに配線をつないで、えー、メインのバッテリーへの充電も同時にしようと思って接続してみたんですけれども、まあ、もちろん充電はできるんですが考えてみたらコントローラーの深側には過充電時に、えー、充電を停止する機能がないので。 まあ思い直して実際外してしまいました、まあ、実際のところどうなんでしょうね、まあ、ご存知の方はえコメントくださいソーラーパネルとバッテリーへ接続したえ状態のチャージコントローラーですケーブルのプラスとマイナスがわかるようにプラス側に赤いビニールテープを巻いてます チャージコントローラーの下側の穴に配線を突っ込んでネジで締め付けるんですけれどもまずネジを十分緩めてから配線を突っ込むようにしないとうまく接続できないですねで、まあ、ねネジを締め付けることで輪口で締め付けるというような接続になります接続する順番なんですけれどもバッテリーのプラスマイナスを接続してから 向かって左側の端子ソーラーパネルのプラスマイナスを接続,、えー、接続して次に、まあ、今回接続してないんですけれども一番右側の深側の端子を接続するという順番になりますで、えー、この時設営、まあ、している時なんですけども静電、えー、時でチャェジコントローラーの表示が1 4 8トになってます 通常の鉛バッテリーは 13.8V で満充電になるようにということで設定デフォルトでされてますでこのチャージコントローラーに接続してる、まあ、今回バッテリーなんですけども a c デ e コのディープサイクルバッテリーっていうのを2機積んでますディープサイクルバッテリーの満充電は15から 16V で ボルトということですので 13.8V では満充電じゃないんですよね。ということで、まあ、なるべく満充電になるように設定してます。でそういった意味でちょっとこのチャージコントローラーのメーカーが推奨してる設定の仕方と若干違う設定の仕方をしてます。 まあこの辺も少しご紹介できたらなと思うんですけれどもメーカー推奨の設定じゃないもんですから、まあ、自己責任にはなってしまいます今ほぼほぼ満充電になってますんで、えー、今ソラーパネルからの、えー、充電が1.2とかですでその状態でしばらくするとこのじょ、えー、今表示してる14.8っていうのが、えーまあ、デフォルトの表示 で、えー、左側のボタンを長押しして右と真ん中のボタンで、えー、設定をアップダウンしてまた左側のボタンを長押しして点滅から点灯に切り替えて設定完了というような、えーまあ、操作の仕方になります。 ここで一時提示しますが今表示されている B03 というのはバッテリーの種類をここで選んでいるんですけれども B01 と02と03があって B01 が鉛蓄電池 B02 がリチウムイオン電池 B03 がリン酸鉄リチウムイオン、えー、電池です。 リップサイクルバッテリーは鉛蓄電池ですので、まあ、本来は B01 で設定するのは正解なんですけれども B01 では 15V まで充電してくれないんですねということで、えー、中村の場合なんですけれども B03 のリン酸鉄リチウムイオン電池で設定してますもちろんメーカーが指定する設定ではないので自己責任にはなります でえー、一番右側のボタンですが表示が点灯している状態では深川端子に電気を送るかどうかを設定できますバッテリーのアイコンから電球マークに矢印を出したり消したりして供給状態を変更しますでは、えー、この時点での設定例です、えー、バッテリーはちなみに AC のマリン用ディープサイクルバッテリー M31MF を2機ですで、えー、インバーターの方は 2000W のインバーターを積んでます表示はソーラーパネルからバッテリーへ過充電不動充電で14.8に設定してますこのチャージコントローラーの最大がこの 14.8V でした 54度になっているのはアマゾンでの商品説明ではバッテリーの温度ということです。でもチャージコントローラーの温度なんじゃないかなと少し疑っています。1.2アンペアはソーラーパネルからバッテリーへの電流の流れている量です。1.2アンペアって少な,な少ないんですけれども、今はほぼほぼ満充電なのでインテ1.2アンペアしか。 流れてないのだと思います。0.0。アンペアはバッテリーから深側端子へ流れてる電流の量です。深側にはで配線してませんので、0。アンペアです。ちなみにインバーターはバッテリーから直接直接続くしています。12.0ボルトはバッテリーの電圧がこの値になったら深側に電気を流す。 という設定ですまあ深側には配線してないので意味はありませんけれどもバッテリーが空の状態のこの画面では、えー、10.0V になったら深側に電気を流すのを止めるという設定です B03 はさっき説明したバッテリーの種類をここで選択します01-02-03と3種類から 選びます 04V は D2D トリガーの値で D2D またはタイマーモードの時にソーラーパネルの電圧を検出して日中か夜間かを判断して負荷出力を有効無効を判断します。デフォルトが04ですので04のまま使ってます。 ソーラーパネルのマークと10の表示はコントローラーがパネル電圧がトリガー値よりも低いことを検出すると10秒遅延してから負荷出力を有効にしますこれ瞬間的な光とかでコントローラーが昼間だと勘違いしないように10秒遅延させるっていう設定です手動で SC 保護を有効にしたり 無効にしたりすするることがでできる機能です正直何のことかよく分かりませんけれどもデフォルトがオフでしたのでそのままオフで使ってますちなみに2つ付いてる USB 出力なんですけれどもこちら2つとも 5V3A ということです よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします